はい、どうもー。俺さ、YouTuber が自粛することっておかしいと思うんすよ。うん。だって、あれ騒ぎ立ててんのって所詮ガヤなんですよ。いつも見てない人が騒ぎ立ててて引退しろとか言うわけでしょファンがそれ言うことってやっぱ少ないじゃないですか。でも大多数のファンは見たくて待ってるわけですよ。それってなんか、うん、おかしいんじゃないかなって思って俺さ、 世間の声とか言うけど、そんなん。まあ、今からちょっと次の言葉、かっこいい言葉使いますけど、ノイジーマイノリティじゃないですか。あーい、出ました !15 歳でこんなかっこいい言葉使える。俺、かっこいいはい、ということでね、皆さんのイライラの臨界点がね、バーンってね、臨界点って言葉知りませんほんとすみませんでした。ね、頭軽いよ。ね、軽い軽い。どれくらい軽いか。ティッシュの100分の1のじだ、はい、は,いは,いはい、はい、はい、はい。なあ。 ポーンってな。飛んでっちゃう俺。いや、体が重いんで。<laughs> 面白くないよ。メガネでもう結構もう首やられちゃってるから。いや、首は重いんだ。顔が軽いだけなんだから。<laughs> はい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 って。何度でも頭下げちゃうってね。<laughs> いや、これ今のヘドバンですよ。頭下げてませんあ。確かに頭は下げてる。でも下げるって意味じゃないもう確かに物理的に下げてるだけで。心なんかね、みじんもこもってない。みじんもこもってない。 マックス村井草、マックス村井草って誰やマックスムライっていう草ですね。いや、草通り越して宇宙ということでね。いや、俺ね、真面目にできないんですよ。俺やっぱできない。あのね、YouTuber が引退とか自粛おかしいんですよ、考えて。だって、ガヤじゃないですか、騒ぎ立ててんの。なんでガヤのために自粛しなきゃいけないんじゃないですかおかしくないですか迷惑かけてすいませんでした。おしまいでいいじゃん。 うん、所詮ガヤじゃん。だって低評価率を見れば確かに低評価多いかもしれない。でも高評価とかの数字を見てください。明らかに数字が多いんですよ。うん、いつもよりも高評価の数もあるし、低評価が増えてるだけ。まあ、比率は、比率で見たらすごいけど、確かに比率で見たらね、わあ、なん低評価があったなのかなと思ったけど、 その、新規のガヤ、ガヤの数じゃないですか、単純に。それを見てどうなのかなって思いますけどね。自粛すんのおかしいんすよ。だから誰かが言ってたんですよね。テレビじゃあるまいしく。くん、くんにぃが言ってました。くんにぃ。うん。いやらしい言葉だな。まあいいや。まあ、くんおにぃ様が言ってたんですけど。 テレビとかだと見たくなくても見てしまうっていう状況だから自粛するのはわかるでも YouTube って何なんって言ってそのおすすめに出てくるのも嫌ですっていう人はそれ興味がない押せばいいだけですよそのえもしかしてそのやり方知らないんですか動画って興味ないってするとあのおすすめ表示出る確率減りますよえそういう機能も知らないもしかして上じゃ 危ない危ない煽っちゃダメですよまん、あ、はね。スマホだとできないことって多いんですよ。ね、PC だとね、PE、PE っていうのが PC だとよくわかんねえけど、俺も情弱だから。情弱に情弱っていう、まさに同族嫌悪の極み。同族、まさに、ゲスの極み。鬼畜の射女。<laughs> この動画気に入りましたかはい。さらに詳しく。今視聴した他の YouTube の動画、どのように非常にいいスビットって何やねん。スビットって何だあ興味なしってあるよ、みんな。それ、やり方わかんないの。何やねん、それって。うん。思いますけどね。 でも俺はアンチコメントしてる人に気づいてほしいけどめちゃくちゃ無駄だよ。うん。アンチコメントっていうのはしっかりとこの140文字、文字ツイッターで言うならそういう人がやんなきゃダメなんです。140文字はね。しっかりと。だからそういうね、まあ昔から動画を見ているものですかみたいな感じでかしこまった方が心にくるんで。 うん。来ますよ。うん。そっちの方が俺はいいと思う。だから、昔から動画を見ているのですが、みたいな。確かに昔は調子乗ったキャラでも良かったんですけど、今は面白さとキャラが、まあ、反比例してて、みたいな。そんな感じで、かしこまっていった方が効きますよ。それだけです。アドバイスは。アンチコメントのアドバイスはね。だその死ねって言われたって、ふんとしか思わないです。 うん、頭のおかしいやついっぱいいますけどね。ね、なんかびっくりした。頭の悪い人って言って、本当に頭悪い人いたけどね。うん。うるせえ障害者みたいなね。やばっ。いや、ブーメランとは言わないけど、ちょっと、ドン引きだよね。なんかネットリテラシーがないっていうやつだよね。うん。ネットだからそれやっていいのって話なんですよ。だから皆さんなんか道徳がないのかなって思っちゃうんですよね。いや、その、人を傷つけてる人がいたら傷つけていいのかって話ですよ。ね。 ド M の集まりなのされて嫌なことはやらない。からみんなド M なのかなされて欲しいからあえてやるのかなド M の集まりなのかなアンチコメントって。あえて、実は。ド M だから俺はそういう罵声を浴びるされたいから、あえて俺が言うみたいな。そういう理論に行き着いてんのかなそれだったらまあ、しょうがないかな。それはしょうがない。うん、俺は、そればっかりはね、どうしようもできない。うん。 でも俺ね、ヒカルさんが嫌いじゃない理由って一つあるんですよ。俺被害受けてないですよ、全然。被害受けてないからニッコニッコできるんですよ。不謹慎ですけどね。うん。うん。 うん、でも、ぶっちゃけ、バリューのああいう問題ってなんかね、ぶっちゃけ、やった人が俺、払った人が悪いんじゃないかなと思うけどね、散々過去、詐欺師、詐欺師って言われて、柴田だって言ってるけど、なのにあえてやるっていう、そういう覚悟があってやるもんじゃないの、投資って。というね、素,素人の意見でした。あ今のは気にしないですね。まあ、僕はね、面白いもんが見れればいいんですよ、どんなに悪いやつだって。 俺に危害加えなきゃ、何やったっていいんだよみたいなクズな考え方なんで。でもそれやるといつか自分に返ってくるんだよね。もうとにかく、あの、迷惑、人にかけて欲しくないなって思いますよね、僕は。うん。その、いい迷惑だよ。はいいけどね。いい迷惑。良き迷惑はいいよ。ためになる迷惑はいいけど、愛のある迷惑はいいよね。うん。迷惑って愛がないと、何でもそうでしょ。 うんまあ、まあ僕はこれからねもう適当なことを言ってね、まあ、適当に謝罪して生きてきますから俺が有名 YouTuber になってもね適当に謝罪して適当に動画撮って、まあ、こういう動画がね、まあ、謝罪した時に見つかるけどいいよ見つけて、まあ、僕は心の中で全然悪いなと思ってませんからねっていうけど多分思ってますよその時になったら俺はなんてことで僕真面目なんで今ねこう自分を取り繕ってるんですよ 多分めっちゃ反省してると思います、俺は。ね。じゃあ、こういう動画撮るか。